演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらセブンイレブンで売っていた2019年ヒットスイーツのビッグサイズ版を食べたいと思います。こちらがモリモリスペシャルクリームドラ、こちらがバスクチーズケーキ、こちらがイタリアンプリン、いずれも兄弟サイズです。なんか年末年始限定で販売されてるんですね。なのでこの動画が上がった時にもしもう過ぎてしまっていたら申し訳ございません。それではちょっと開けていきましょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、出し終わりましたって、もうほんとすごいな、これなんかどら焼きじゃないですよ。もうこんなにクリーム減ってて、もう持てませんよこんなの手で。どうやって食べるんだ。どら焼きはこういう風になって可能です。ではもうちょっと間違いなく落とすので、このままいただきます。プリン、ケーキ、どれも美味しいです。どら焼きももちろん、でもちょっと量多かったかななんてね。最初に食べたモリモリクリームドラは本当に大きくて、ちょっと全力で口上げて食べるのがやっとでしたね。で、栗の味はしっかり感じられましたし、生クリームも邪魔をせず、果肉の食感もあって美味しかったんですが、やっぱりこの手の商品にありがちな疑問として、これってどら焼きなのかなという疑問がちょっと浮かんできてしまいましたね。どら焼きというと肝心のあんこがなかったのが、やっぱりパンケーキじゃダメなのかなというような気がしてしまったので、どら焼きとはちょっと違うかなと思ってしまいました。ただ栗は本当に美味しかったので、このびっくりする大きさも合わせてこちらの点数とさせていただきます。そして2つ目に食べたこちらのイタリアンプリン、これ最近話題になってて気になってはいたのですが、本当人気みたいですね。自分が行った時もこれが最後1個残ってただけでしたので、で、それが巨大になってより多く味わえるということで、本当に一口目からちょっとプリンとは違う感じがしましたね。イタリアンプリンなんですけど、プリンの味なんですけど、どっちかというとプリン味のチーズケーキのような濃厚な味わいがあって、これが口の中にふわっと広がってきましたね。で、カラメルも程よくにかな美味しかったです。そしたので、こちらの点数とさせていただきます。これはもうちょっと食べたかったかな。そして最後に食べたバスクチーズケーキ、これ初めてした時は、あーローソンで売れてるからこっちも出したのかみたいな感じで思っていて食べてみたんですけど、ローソンのバスクチーズケーキと比べると、ちょっと外側は香ばしいんですけど、ちょっと中のチーズの風味が若干不足してるかなというような感がありましたね。だからチーズを控えめにして、その分外側で勝負することで差を出しているのかもしれませんが、自分はもうちょっとチーズを感じたかったので、まあ、さっきのイタリアプリンに引っ張られてた部分もあるのかもしれませんが、そっちの方でローソンの方が好みかなというような印象を受けましたので、こちらの点数とさせていただきます。もちろんたっぷり味わえるのは良かったんですけどね。というわけで、セブンイレブンのヒットスイーツ巨大商品、セブンイレブンは年末年始に昨年のヒット商品を巨大化するのでしょうか。だとしたら今年も何か巨大化するのかな。あ、その時は来年になってるか。どれも美味しかったです。ぜひ来年も食べてみたいですね。それでは、夏の夜、約束するかな、花火見る、叶うといいですね、その約束。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。